見てください。ガチャガチャやってきました、イエイエイ。でもなんか悩んだんです、ガチャガチャやるかやらないか。どうしようかなと思って、でも美佐子さんがなんかごまさんを撮影するって言ったんで、じゃあその隙間時間を使って回してきちゃおうということで回してきました。さあ何が出るか、個人的にはもつ鍋、もつ鍋が欲しい。何が出るでしょうか。じゃん。明太子、タラピオちゃんでもなく何でもなくただの明太子。これこれ、個人的にはこれが欲しかった。この明太もつ鍋ってのが欲しかったんです。なんですけど、それかこれ、あ、これ明太パーク限定のタラピオちゃんのやつ欲しかったんですが、なんとただの明太子。やばない。どこにつけようかな。さあ何でしょうか。え、当てたあなたには拍手をあげます。拍手がもらえるの。さあ何が出たでしょうか。あれで、これ、どれ。 OK、うん、正解は、はい、ただの明太子。明太子でった。ただの明太子。だから今ね、愚痴ってたと。愚痴ってたんだ。そう、本当は明太もつ鍋が欲しかった。これどこにつけようか。こうしとけばよかった。あー、なるほど。口じゃん。さて、まず水族館を、ね、外観だけ見たいんです。外観だけ見して。あ、わかった。あ、そうだよ。え、みさこちゃん、あ、そう、明るいうちにやればよかった。何、博多通りもんセットプレゼント。ありがとう。博多通りもんセットをプレゼント。うん、つければいいんだよね。そう、あの、ちょっとどんどん開けて。え、博多通りもんセット。プリコタオル。プリコタオル来たよ。プリコプリコプリコプリプリプリ。これね、あのね、あの私の相方のピアノの京子ちゃん、うん、京子ちゃんがどこかに隠れてるっていうね。京子を探せタオル。すぐわかるじゃん。わかる？うん。どれが京ちゃん。お、よくわかったね。人それ楽しんでください。はい、次。はい、これ この間あの M3 で出しました。あの CD です。プリコと京子の CD。博多通りもんセットどこ行ったの。ねえ、トゥインクルトゥインクルナイトとダイアンサスの両 A 面シングルです。はい、どうぞ。ありがとうございます。差し上げます。ありがとうございます。はい、次。はい、これプリコと京子クリアファイル。これもこの間の出しました。で、あとこれ、これダウンロードカードなんですが、はい、あの私がボーカル指導みたいな感じでやっております。ロマンチックモードちゃんの、うん、シングル、シングルというか一緒に QR コードが、ね、はい、あります。はい、はい、そう、こちらも差し上げます。聞いてください。以上、博多通りもんセットです。あの、プリコと京子のやつはあのブースで売っておりますので、ぜひ皆さんご興味ありましたら買ってください。よろしくお願いします。博多通りもん。博多通りもん。ここと通りもんセットです。ここと通りもんセットです。ありがとうございます。はい、懐かしいのかかってんな。あのね、声が若いの、二人とも若い。若いな。ね、私もそうなの。若い、今もうちょっとね、違うもんね。違う、私も全然違う。で、なんなら私この後にアルバムレコーディングしてるから、うん、で、もう一回歌い直しの全部、うん、全然声違うよ。じゃあちょっとこれをバックにしながら、はいはい、次の行き先ももう入れちゃいます。はい、どこがいいんですか。あ、ご飯屋さん、うん、どうしましょうね。どこがいいですか。そこにします。なんかとりあえず入れて、うん、そうだね。そんなに遠くなくって。そうだよね。
なんでこれにしたお前なんでこれにした一旦それにしないと自重しないバージョン。そっか、うん、わっけえな声が声がわっけえな。イエーのイエーの出し方がわっけえよ。ここにします。うん、そしたら一回大洗水族館行って、うん、で外観見て、うん、そうしましょうか。でそこに行くかそっちに行くかなんですけど両方近いんで、あじゃあもうなんかいい感じの方で出た。めっちゃ近い。あなんかいっぱいあるんだね。一回じゃいやもう久々に聞いたらなんて面白いの撮ったんだろうと思ってたね。えバカかそうやって歌ってって言ったからねバカっぽい。わーすごーい、ね、あ、そっか神社があるね。うんうんあそこバージョン来てます。ひどいよね。ひどい。一発だからね。二人とも一発しか撮ってない。あ、そっか、うん、二発やんなかった。だから疲れてんだね。そう、限界値だったここなんですけど、でも入れないのかな、もしかしても。一応5時閉館したんで、うん、あもう閉館しちゃったのか。そうから入り口だけは多分入れ、駐車場で U ターンとかだと思うんですよ。あーわーこんなんじゃなかった。ほらねじゃねえんだ。あは入れなくなってる、入れなくなってる。わーわーもうこんなんじゃありませんでした。叫ぼうじゃないのこんなんじゃなかったですあのとりあえずこんな大きくなかったです。なんかちっちゃかった気がする、うん、すごい。あでもなんかありがとうございました。明太パークと楽しめたんで。あよかったです。これかな。かき、あさっきのかき小屋だね。かき小屋、これかき小屋、これバーベキュー、海鮮バーベキュー。これじゃない。これが海鮮食事処、回転寿司。あ、違う、お魚天国だよ。え、そうでしょ。あ、合ってる合ってる、ね、浜焼きもできんじゃん、お魚天国。え、いいじゃん。駐車場あるんじゃない。あるんじゃない、あるんじゃない。すごいすごい。なんか結婚祝いに食えるやつや。やばいいよ、ここは出しますから。え、マジで。えー、どうしよう。海鮮丼、丼と大きいかな。ご飯と、なんかそこがね、今ね、お刺身にしようかなとかね、悩んでたりすんで。でも、海鮮丼食べたいよね。どうも、丼ぶり。あ、お刺身か。お刺身かな。伊豆もいるかな。あ、こっちだね。え？さらに次へ。浜焼き。よし、では。あ、入れていただいてもよろしいでしょうか。もうちょっとしか。あとちょっとだけ入れていただいてもよろしい。だってさ、待ってって言ってたのにさ。自分で入れちゃった。おっとっとっと。あ、どうもありがとうございます。はい、ではノンアルビールで。では、あの久しぶりの。はい。旅、初めてでもこう、あ、いや、そんなことない、豆腐とか行ったのか。うん、あの、坂登んない車でこう懐かしい。いただきさ、車路肩に落ちてたよね。あ、そうだ、うん、落ちててさ、これどうやって脱すんだろうとか言っててさ。夜、夜中。いや、全然夜、うん、あそこだって8時とかに閉まるの。そうだ、うん、だからやっぱ寒い時期に行ってるから暗いんだよ。寒いの好きだね。はい、じゃあ、では、あ、ノンアルね。染みてんね。今ね、飲みながら明太子と交流してると。交流してる。わーすごーい。今日生シラスがね、ミニューカって書いてあったんですよ。あ、そう。生シラスが、だからシラスになってるんですよ。よし、いただきます。お召し上がりになって。あ、そういう見せ方じゃない。いや、違う違う、もう一瞬だなと思って食べたすぎて。はい、タコ止まるとかない。あー、そうよかったね。ホタテ、ホタテだよ。タコ、プリプリ。いただきます。お店さんに任せて私は食べよう。うん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 。
ホタテやばいよ。本当？うん。だからね、プリプリ。どういうこと？独特の表現の二人。美味しい。え、なんだろう。正解教えて。正解教えて私。美味しい。これ何？視聴者さんが教えてくれるきっと。コメントで書いてくれる。書いてください。ごめんなさい、私は分かりませんでした。で食べるのね。はい、食べます。食べます。食べます。いただきます。しゃべれや。おいしい。すごいよ。あのさ、食べな。いきますね。熱い？うん、いける、そのまま。いきます。食べたら分かる、私の気持ちが分かる。ね？でしょ？でしょ？分かった、言いたいこと分かった。喋れない、喋れないよね。とりあえず噛んで味わってからじゃないと喋れないし。美味しいでしょ。うまいよね。そう、汁まで美味しいよね。美味しい。すごいよね。すごい。あ、よかった。感動してる、感動してる。すっごい美味しい。美味しいよね。これ下手したらもう一枚ぐらいいけるよね。すごくない？すごい美味しい。めっちゃ、マジで美味しいの。めっちゃプリプリ。お口の中めっちゃプリプリで、まだまだ美味しいでしょ。食べましたな。とても美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はーい、ということで、はい、一日、はい、茨城満喫旅。満喫しました。満喫しました。楽しかったです。楽しかった、あ、噛んじゃった。楽しかったです。疲れてんのよ。もう疲れてんのよ。確実にさ、確実に疲れてるわ、あなた。いや、まず、うん、大仏見て、初めて中入って、ね、でかかったね、大仏。でかかったでしょ。でかかった。で、なんか、でかいのはずっと知ってたんです。そうですね、私も でかいのは知ってたんですよ。でかいのは知ってたんですよ。できる過程も見てるんで、ね、おっしゃってました。はい、中は入ったことなかったんで、中入れてよかったです。いや、楽しかったです。顔はめパネル最高だった。あれ最高だった。撮ってくれたね、おじさんが。めっちゃよかった。あの、私、全部金くれになってました。いや楽しかった、ね、楽しかったです。からのずっと念願の明太パー パーク。美味しかった明太子。美味しかった。いっぱい買っちゃいましたね。いっぱい買ったね。やばいね。いっぱい買っちゃいました。何買ったとか確かに全然見せてないぐらい買うのに必死だった。我々そうですね、完結しました。明太子も食べて、ね、そしてずっと気になっていたお笑い水族館の外観も見れて。見ました。あ、もう何一つ映ってないですけど。もう本当に映像としては何一つ映ってないです。もう私喋ってる、私たちもう何一つ映ってないんで。そう、でも綺麗でした。綺麗でした。私が覚えてるものとは違いました。違いました。綺麗になってました。違いました。はい、なんかね、なかなかこう地元だと知らないっていうか、来ない、なかなかね来ないんで、ね、楽しめてよかったです。楽しかったです。ありがとうございました。次は誰が私の車に乗るんでしょうかね。誰だろうね。楽しみですね。ということで、ゲストプリコちゃんでした。ありがとうございました。では皆さん、チャンネル登録、あとはグッドボタンよろしくお願いします。